中森明菜さんのディナーショーに行ったことがあって、うん、何年か前に、うん、そしたら明菜さんが、まあ、出てきたんですけど、うん、もうなんかいきなり新曲歌い始めて、まだ新曲出してんだと思ってそれもあの人途中からサンドベージュとかの頃から中東の感じの曲に変わっていったじゃないですか。いまだにそうで、うん、あ、そうなんだ。新曲もまた中東風なんですよ。アラビアンナイトみたいな感じのいいじゃない。いやいや、だってこっちはさ、楽しみにしてさ、ディナーショー来てんだから、それは本人がさ、ベストアルバムやってよって思うじゃないですか。新しい曲も歌わせてよ。でも新しい曲派の3分の1、うん、で新しい曲じゃなくて古い曲のアラビアンナイトアレンジ、うん、でやっと昔のベストアルバムが聴けると思ったら、うんうん、ちょっとやっぱりコンディションが良くなくて喉枯れてるし